何かがロードされている。いいね、ロード時間暇じゃなくて。おお、すごい勢いで走ってきたというのに、カラクリ屋敷ができたけど、なんかまたミニゲーム貫禄された。あなたがスーパーリビッツくんなのか、あるいはちょっと甘かったですかね。タッチ積み木。でも油断は禁物。あ、なんか喋ってたけどいいや。なんかめんどくさくなってきちゃった。プレイヤーの人数を選ぶ。一人しかいない。またかこれ。こっち？こっちでいいの？おーし。盾好きだな。あ、私がいる。これ何すんの？できるだけ高く積み木を積み上げるんだ。なるほど。タッチで拾ったブロックは2点をドラッグして回転さす。2点をドラッグして回転させられるぞ。積み木倒れたらそこでゲーム終了。積み木を倒した人の前にブロックを積み上げたプレイヤーが勝者。同じ画面を共有して友達とプレイするのもありだ。とにかくやってみようか。これをこれをまあ端っこから置いていこうかな。あの紙は何なんだ。カメラ操作。なんかリビッツが動いてる。これをちょっと待って、これ結構シビアだな。シビアだな。もう触れないの。これこんな不安定な積み木ないよ。とにかく高さを上げていけばいいんだよね。置いとこうか。で次のこれをそっで、これ回転させたいな。またね、あれなんだよ、コードがさ、コードが邪魔でさ。そうだね。どうしよう、なんかここまで動かしちゃったけど。いっそのこと縦にしちゃう。縦にして、刺してみる。すごいアンバランスじゃないこれ。すごいアンバランスだけど、でも立ってる。でもこれ友達と対戦するときはこれぐらいアンバランスにしといた方がいいかもね。どっちかな、こっちかな。そう、これ多分横に崩れんな。これはさすがに、横にしましょう。はい、水平。そのまま水平を保っててね。ゆっくりだよ、ゆっくり下ろすよ。どうだろうな、ちょっと。おーし、乗った乗った。またか。これを、水平にして、ここかな。そしてゆっくりだよ、ゆっくりゆっくりだけど、ちょっとこっち側かな。おーし、バランス的にね。これか、四角。あー、ある意味微妙。そうだな、ちょっとこっち寄りの真ん中かな。おお、乗った。
どうしよう、ここで一気に高さを上げてしまうか。賭けに出る？なんかさ、どっちにしろ倒れそうな気がするんだよね。それだったらいっそのこと、これ高さ、今なんか跳ねたよね。乗ったの。すっげー、すっごい倒れそうだけど、ものすっごい倒れそうだけど、これこれさ、確実、ここじゃない？乗るっしょ、これ乗ったわ乗ったわ、奇跡。これこのままこのままいけんじゃない？ここいけんじゃない？慎重な動きが大切です。もうちょっとこっちかな。あ、ちょっと怪しい、ちょっと怪しい、ちょっと怪しい。頑張れ、頑張れ。乗った、乗ったわそしてちょうどいい大きさ、ちょうどいい大きさ来たわ。私は限界に挑戦する。いくぞ、ここしかない、ここしかない。こういってね、こういって、いけるいける。おお、怪しい。あ、ダメか、ダメだな、ダメだった。お、ステージクリアした。お、星1個獲得だ、イエーイ。ポップコーンもらった。あ、もうちょっとで2000だったのか。続ける。意外と面白かったな今の。対戦したら面白いかも。お片付け中だと。コミュニティニュースで最新情報をゲットしちゃおう。おーし、で次のステージ行くか。カラクリ屋敷 by ブラウンダー大佐。頑張って準備しています。頑張って。そろそろ最後の挑戦だが、その前に聞いておこう。カラクリ屋敷に飛び込む準備はいいか？ OK です。ブー、おお、始まった。下、アイテム発見。新しいステッカーをゲットだぜ。誰だ、誰、あなた誰？笑う、笑う、アホになる。一緒だ、顔が一緒だ。まあいいや、普通に戻っと。誰で、まあいいや。これは、おお、これなんかカービィでもやったな、こんなんね。いくぞ、ぴょーん、じゃんじゃん。うん、届かない、届かないよ。もういいや、指紋認証だと。じゃーん、下、横横横、じゃーん。わお、上に行くにはよくわかんないけど行ってみよう。こっち、死ななかった、びっくりした。あれ、右じゃないのか、こっちか。おおおおおお、頑張ったこっちだ。ちょ行きすぎる、行きすぎちゃう。なんて難しいんだ。繊細な操作が必要です。でこっちだ、これで間に合うでしょ。来た、よーし、
カービィと違って壁に当たっても死ぬわけじゃないんだ。下のトゲに当たって死ぬみたいな。この奥は何もない。お、閉じ込められた。敵に立ち向かう方法。敵なんているの。ジャンプで踏む。お、マリオ的なね。ホップホップ、ステップ、じゃーん。まだいる。ホップステップ、じゃーん。ホップステップ、ホップステップ、じゃーん。オッケー。あ、動いてる動いてる。届かねー。機械を狙え。今だ。取りゃ。意外と可愛い顔してる。走れ走れ。ちょっと待って、なんか動かせる。これか。わあ、びっくりした。この奥は何もない。なるほど。待機、今だ。ちょっと待って、あっち側行けるじゃん。おお、死ぬ死ぬ。あれ、右側ここから行かないと無理か。今だ。痛い。今じゃなかった。今でしょう今でしょう。ジャンプ。指紋認証とか関係ない。こっちはドクロだから行かない。ジャンプジャンプ。この奥は何もない。お前さんに新しい技を教えよう。なんだと。イエーイ。中に入る。入った。で、あ、いけたいけた。下下下。スイッチ。どうしよう、ピンチっていうこの状況、どうやって切り抜ければいいんでしょう。どうやって切り抜ければいいの。このブロック、どうにか前に押し出せるといいんですけど。ですけど。幸い、緑のやつ。こんな時のために背面タッチパッドがあります。何、背面タッチパッドを使っている時はマーカーが表示されるので、あなたがどこをタッチしているか一目で分かるようになっています。そうなのかい。そうなのか。単に背面タッチパッドでブロックの背後をドラッグすれば、ブロックが元気よく壁から飛び出してきます。なんだって。こんな簡単に完璧な足場ができました。全然なんか今話聞いてなかったけど。もし気が変わっても大丈夫、うん、タッチスクリーンをタップすれ ば, タップすればブロックは元の場所に押し戻ります。おお、すげー。ブロックを出したり戻したりすると、うん、ブロックの見た目も変わるんです。何何、これでタッチスクリーンと背面タッチパッドのどちらを使えばいいのかすぐに分かります。やったね。なんて親切なブロックちゃん。なんて親切なんだ。はははははは。よし、これ何、タッチ。おお、なるほど。で、乗れないじゃん。こうだな。あれあれ、どっから乗るというの。この上から。こうか。どうしよう、もういいよビデオ。ピンチっていうこの状況、どうやって切り抜く。おお、おお、本当だ。マーカーが出てくる。でピエロの歯を戻して、で対面、はい、対面ってなんだ。対面タッチパネル操作って好きじゃないんだよね。これも全部出しときゃいいの。とうとうとう。あ、つけま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 。これはなんだ。お、落ちてきた。これ取りたい。あ、足、美脚、ジャンプ。これもか。てい。あー、
あー取れない、取れない。こんな時は違った。あれどうやって取んの。スイングガールズ、あこれがこっちだときに、よーしいけた。あれ落ちた、いくぞ。よし、勢いが大事。奥なんかある、ない。ジャンプジャンプ、危ない。こっちなんかあるぞ、イエーイ。お宝お宝なのかよくわかんないけど、よしよしよし、じゃあじゃあこっち、お敵がいる、その前に敵がいる、その前にアイテムを拾いたい。これ普通のジャンプでいってー、普通のジャンプで大丈夫。驚いちゃってんじゃん敵がね。あ敵を踏んでゲットするのかこれ。あ違う、なんとかそこのバネを使っていける。よーしいけた。お鍵があるじゃん、よしゲット。そのまま行くんだったのか、勢いが大事だね。なんだこれ、あてい、てい、てい、おらゲッ、あ、三角。うん、世界が逆さま、ほんとだ、方向キーも逆さだ。これを引いて、はい治った。なかなか起点が効く、誰でもわかるだろう今の。ていや、これはていおお、勢いが大事。うん、そうだな。こういう遊園地ありそうだね。トゲがある、えいてい、二人、あの先はなんかいけないっぽいからいいや。これは行くぞ、結構二人で行くとこが何箇所かある。ジャンプジャンプ、ま、なんだって今すごい軽快にジャンプしていったという。これなんかあるな、下奥いける。こんなところに隠れてたって無駄だぜ。俺の目には全てお見通しだ。全部閉じちゃった。こことこうかな。これはまだいい、うん、こうだな。よし、こっちだ、行き止まりだ。お、なんだなんだなんだ、ジャンプジャンプ、これを失敗するなよ。
ジャンプ、ジャンプ。違った。間に合わないな。確実に間に合わないか。多分一回。こっちだ。で、こうだな。イエーイ、ゲット。危な、危な。ジャンプ、ジャンプ。危ね。ジャンプ、ジャンプ。オッケー。上になんかあるぞ。これはこうだ。おし、ゲット。ちょっと待って、私には今勇気がなかった。おい、おい、この上どうやって行くの。ぴょん、こうね。なるほど。そしてジャーンプ。見た目より賢いようだ。最後のテストだ。ステージクリアじゃん。マッスルスー、砂、トランプのクラブ。ゲットしたアイテム81。結構取った。でも2人のとこあったからな。